はい、どうも皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。ラジオエンドでございます。今日のラジオエンドですね、ここはどこだっけ、羽村市の、東京都羽村市の、最寄りどこ、小作駅から歩いて10分ぐらいとかにあります、美容院の、ハッピーゴラッキーごめん、黙ってなかったハッピーゴラッキーさんにお邪魔してます。いつも私が、どうも、まーちゃん、どうも、で宮坂さん、あ、どうもどうも、で美容、僕 の、 あの担当美容院ヘアーさんで、その奥さん、ね、なんでやってます。でその様子を撮って、なんかフリートークをしようというずっとこういう感じで進んでいくんですね。いや、わかんないよ、その話はどこに飛ぶかわかんないでしょ。まあ、そうですね。どこに飛ばしたい？まあ、一人の話ですか。一人じゃなくて、あの普通にトークすればいいですよ。ひとりさんの話でもいい。それがハマったの？ハマりました。ハマったの？もうほんと目から鱗でしたね。マジで、もう一個ハマるネタがあるんだけど、それひとりさんで、斉藤ひとりさんっていう方がいて、その人の本を紹介したんですよ。そしたらちょっとその、何て言うんだ、あれ何て言うんだろうね、自己啓発本みたいな本、なんですけど、あのぜひ面白いんで皆さんも読んでみてください。ちょっと時間があるかどうかわかんないですけど、時間があれば概要欄に、その本のリンクも貼っておきます。あれもう一個別にさ、違う人もいる、で違う人っていうか、あの心屋仁之助さんって知ってる？心屋仁之助って、心屋、何？そっちはね、テレビ、心屋仁之助さんって知らないです。そっちの人はね、テレビにちょこちょこ出てるんで分かるんだけど、あのそっちも、そっちの考え、似たような考えっていうか、あのひとりさん的考えも持ちながらやってる人なんで、それ両方読むとね、面白いですよ。ちょっとそこも、すごいね、じゃあ要チェックで、ぜひ要チェックで。どうなん、今いきなり切り始めたけどこの人ね、知ってるあのハッピーゴーラッキーに来るときは注意点、最初にきっちり言わないと勝手に切り始めるで最後に解説するんですよ、まあ、到着点がね、到着点が何、結果そこだったのかなっていうところで終わるんで、結果そこだったのかな、まあ、ここでいいんだな、で毎ここでいいですよね、ま、毎回なんかね、髪型が変わるんで、今日変えないでっていうとこから言ったんだけど、本当忘れないように、そのマリカの未数とか覚えてないといけないですよね。で忘れてるからね、前回何色でしたっけとかカラーとかも言われたりするすごいタイプです、ね、適当にならないようにね。でもね、あのすごい居心地がいいお店なんで、あのお近くの方というか、ちょっと遠方からでもいいですね。あの遠方、一番遠方でどこですかね。どこ、あ、小作って分かります、分かんないね。羽村市って言って、青梅のちょっと手前、東京とかこうあったら、こっちかな、こうあったら、結構奥の方で、八王子の上で青梅の手前ぐらい。そこまで、まあ遠方、まあ秋川とか、秋川近辺だとちょっと離れた秋川とか、うん、まあ福生からも来ますね、福生とか。あの、ちょくちょく僕いろんなとこ変えちゃう人なんですよ、もともとは。ね、だから前回変えたんですよね。あれだって、あの急に切りたくなったんだもん急に切りたくなって、急に染めたくなったから、また来てくれればいいんですよ。もう分かんないよ、もうこれで最後のビデオかもそれでいつもヒヤヒヤしながら、ヒヤヒヤしてる、ヒヤヒヤしてる割にはどんどん進めていくでしょこれどうなるのか、俺らどうやって切ってても今日何も言ってない、言ってないから、言ってないけど、言ってないスタートですね、これね。これはね、あのハッピーゴーラッキー利用の注意点ですよ。最初に自分から攻め込んでいかないとこうやって切ってくれって、ね、結構遠藤さんは初めは攻めてましたよね。初め攻めてましたよ、ね、どうした、僕はそれ最初に聞いたのは結構忠実に聞きますよ、最初は、うん、その後勝手に遊び始めるうちの息子なんかすげえ悲観にされたりとかして急に、はい、ありますね、
ちょっと夏休みだからせめて見ましたっていう、うん、出来上がってから報告されて、うん、もう学校に注意されたからね、うん、俺がね、うん、そんなこともありました、うん、今日どういう風にしてるの？いや結構あの攻めた感じっていうか、あの、まあ、多少はね、一応ほら YouTube チャンネルこういうやっとスタートでしたして、うん、今日で十何本目かなんで、はい、あのイメージはあんま変えたくないんですよ、うん、絵面は、うん、そうですね。でも結構切らなきゃ切らないで遠藤さんやっぱ長いって言うでしょ。切らなきゃ切らないで長いって言う。長いって言う。だからほら、テンパーだからこの辺があんまりね長すぎるのやっぱり、ね、抑えきれなくなっちゃうんですよ、ジェルとかでも。うん。うん、だからそこをこう聞きながらね。聞かない。全然聞かない。仕上がってから今日は。もうちょっと長めにして動き出してみました。はい、過去形、うん、でえみたいな、バチッともう到着決まったなっていうね。着地決まったからいいのか、勝手な着地を決められるんだけど。ただね、居心地はすごいいいですよ。こう全部シャンプーから何から宮坂さん一人でやってくれますし、お店決して大きくはないんですけど、雰囲気もいいし、見えるかな、なんとなく、バーっと、ああ、画面がブレブレになっちゃった、こんな感じでね、非常にすごいね、居心地いいです。で、ちょっとカメラに映らないですけども、裏庭がありますので、頼めば裏庭に出してくれる、そこの居心地が最高で、加点ポイントが強い、多い。ちゃんとジョージ・クルーニーに向かってる？はい、本当？一応ジョージ・クルーニーですよね。常にジョージ・クルーニーだから。そうですね。色もジョージ・クルーニーの色でいいですよね。そう、なんだっけ、ヌーディ・ゴールドの13番、はい、そうですね。すごい、記憶してる。覚えとかないんだから、覚えてる、自分で。重要ですよ、重要。覚えられない。だから。ハッピーゴラッキーに行くときが重要だよ。そうそう、自分で全部覚えとく。一応カルテっていうものがあるんでね、一応書いてますけども、書いてない、多分絶対書いてない。だって見たこと、見たことないもん。いや、お客様来る前に来る前に見てるんだって。、うん、まあいいやね、そんななんか緩い感じもいいお店です。お値段も良心的ですよ、すごい。あ、そうですね、カラー打ちやすいですね。欲しいよね、一般的な。もっとさ、高く取っちゃえばよくない？あ、マーチャの電話が鳴りました。エレクトリカルパレード的な。まあ値段でももう今更はね、あれなんで。でさ、これお客さん2人入れないんでしょ？ 1 人ずつしか入れないんでしょ？まあ基本はあんまり被らないように被らない入れてます。はい、被らないんで、本当個室でもう切ってもらってるのがあるんで。そうですね。だからこうやって撮影もできるみたいな、うん、いやー気持ちいいね。あ、そこマミー病院来るようになったのここに来てからですよね、うん、それまで全然マミじゃなかったの。坊主とかロン毛とか好きなんですよ、うん、自分でもうバリカンでガー買っちゃって長くなるまでほっといてみたいな、途中自分で金髪にしてみたいな、そんなことまで、そんなのも繰り返しでやってきた。前長い時ありましたよね。あったあった。もう本当にね、肩下まで全然あって。それは遠藤さんのホームページ見たんですよ。あ、乗ってた。その時遠藤さん多分金髪で、うん、髪長いんですよ。へえ。ワクワクの、なんか さりげなくいろいろ見られてるんだね。そういうもんですよ、ね、なんかこうストーカー的な感じなの。だって俺遠藤さんの遠藤さんの携帯を番号入れたら、なんでだよって何なんで番号入れちゃうんだよって。そう、登録するんじゃん。登録されてますってか。なんか嫌な気分だって。嫌な気分って俺はそう、給料縮めたつもりなのに拒まれた。拒まれない、拒まれない。俺は逆に距離を縮めたい。あんま
距離縮めすぎるとね、急に変なことやり始める。まあそうですね、うん、まあそこは節度を持ってね。あれほら、今もどこまで借り上げますかと聞かなかったでしょ聞かないから、聞かないが勝手にやるからあの、大丈夫です。結果ジョージ・クルーニーになれば、結果ジョージ・クルーニーになる。そうですね、明日以降の動画は僕がジョージ・クルーニーになってるかどうかって、ね、あの、みんな分かってるのかな、ジョージ・クルーニー、あの画像、画像を貼り付けといて。あ、画像、ジョージ・クルーニーで検索して、大体ジョージ・クルーニーそんなに髪型変えないんで、うん、分かる。ずっとあんな感じですか。色が変わるの、割と今白髪とフォーチプレイみたいな。ジョージ・クルーニーはそんなことしてます。遠藤さんとジョージ・クルーニーって、うん、どのぐらい、年齢的に言うとどんなもんですか。10歳違うか違うだけぐらいじゃない、うん、遠藤さんのが若いですよね。若い若い。遠藤さんの年じゃないですけど、え、36。俺と1個違うんですか。30ぐらいしか違わないですね。いくつだってあるんですよ、ね、ただですから、いくつだっていいんですよ。法に触れないですから、ね、あ、自分が思った年言っときゃいいね。36歳。あんま年を言いたがらないですよね、なんかさ、はい、いや実際本当は48なんですけどね。あ、言うと老け込まない。あの一人のあれですか、あの斉藤ひとりさんの影響ですか。あ、その影響もあります。あ、やっぱあります、ね、ありますけど、あんまりね、考えないようにするためにやっぱ、うん、36で止めてます。36ぐらいちょうどいい、うん、やっぱ自分が200歳まで生きると思えば、まあ今40いくつなんてのは、うん、もう通過点だと全然ひよっこですから。そうですね、僕は一応120ぐらいかなっていう。120ぐらいから120ぐらい、120歳に設定してあるんで。あ、なるほど。寿命もね、いくつになるか分かんないよ人間、うん、僕ら子供の頃なんかは60歳だったらすごいおばあちゃんで、もうそろそろかなみたいな話だったけど、今80、90とかね、下手したら100の目の前でもうすごい勢いで伸びてるんだから、目伸びたんだから、うん、過去形でね、これからもどんどん伸びるか分かんないですから、うん、もう120歳まで現役で、うん、いくつもいます、うん、でも何歳まで仕事をするとか。120歳まで。120まで現役で仕事をする。死ぬ当日まで動画を撮ってる。死にます、死にます、死にます、さあそろそろみたいな、そろそろ死にますみたいな動画があったら、それドッカンじゃないな。どう感じるか分かんないですけど、すごいあれかもしれない。まあドッカンして、そうですね、何よドッカンして、そうですねと。俺さ、動画あんまり長すぎちゃうなってから、はい、まあ、あの仕上がりは明日以降、どのくらいジョージ・クリーンになってるかっていうのは明日以降またもしくはこの後を撮ってもう一本あげるかもしれないけどね。なんか言うときたいことない？まあジョージ・クルーニーになるか、もう今そのことだけしか考えてないんで、割とね、あの集中はしてくれるんですよ。はい、あの結構集中型なんで僕は、すっごい見てるガーって集中してる。その代わりに人の話は聞かない。もうガンガン進んでるでしょ。そうですね、あの、あんま、だからこうやって話してても、うん、結果話の内容覚えてるの僕 2,3 割しか覚えてない、ね、覚えてないんだって。あ、すでにハッピーゴラッキーに来てる皆さん 2,3 割程度しか覚えられてないんで。じゃあ落ち着いて。そうですね、ウェブサイトないの。ないんです。ないです。いや、概要欄にウェブサイト入りませんから。作っとけなかったで。ハッピーゴーラッキーって検索しても、電話番号でも入れとく。そうですね、あ、じゃあ概要欄にハッピーゴーラッキーさんの電話番号入れてみます。後で話し合いが何かあるかもしれない、入れるんで、あのここでカットしたいなっていう方は電話していただき、いたずら電話だけやりてください。普通に来るよ。来るよ。来るよ。まーちゃん言っときたいことないの。どっか行っちゃったよ。裏庭です。裏庭です、はい、例の裏庭。
ね。ということで、まあ、まだちょっと途中なんですけれども、カットの方はね、はい、これからカラーも染めていただいて、ジョージ・クルーニーとしてまた、後ほど、もしくは明日お会いしたいと思いますので、はい、皆さん一つ期待してる、誰も期待してねえかもしれないけどお待ちくださいませ。今日は東京都羽村市の美容院ハッピーゴーラッキーさんから、お送りしました。ラジオ遠藤でした。今日もご視聴どうもありがとうございました。感謝します。どうもありがとうございます。今日どういう風にしてるの？いや、結構攻めた感じっていうか、まあ、多少は多少はね、一応ほら YouTube チャンネルこういうやっとスタートでしたして、はい、今日で十何本目かなんで、はい、イメージはあんま変えたくないんですよ、絵面は、うん、そうですね。でも結構切らなきゃ切らないで遠藤さんやっぱ長いって言うでしょ。切らなきゃ切らないで長いって言う、長いって言うでしょ。だからほら、テンパーだからこの辺があんまりね、長すぎるのやっぱりね、抑えきれなくなっちゃうんですよ、ジェルとかで、うんうん、なんかそこをこう聞きながらね、聞かない、全然聞かない。仕上がってから今日はもうちょっと長めにして動き出してみました。はい、過去形、うん、みたいな、バチッともう到着決まったなっていうね。着地決まったから、いいのか、勝手な着地を決められるんだけど。ただね、居心地はすごいいいですよ。こう全部シャンプーから何から宮沢さん一人でやってくれますし、お店決して大きくはないんですけど、雰囲気もいいし、見えるかな、なんとなくバーッと、ああ画面がブレブレになっちゃった、こんな感じでね、非常にすごいね、居心地いいです。でちょっとカメラに映んないですけども、裏庭がありますので、頼めば裏庭に出してくれる。そこの居心地が最高だ。加点ポイントが強い。ちゃんとジョージ・クルーニーに向かってる？はい。一応ジョージ・クルーニーですよね。常にジョージ・クルーニーだから。そうですね。色もジョージ・クルーニーの方が上手いんですよね。そう、なんだっけ、ヌーディーゴールドの13番、はい、そうですね。すごい、記憶してる。覚えとかないんだから、自分で。重要ですよ、重要。覚えとかない。だから、ハッピーゴラッキーに行くときは重要だよ。そうそう。自分で全部覚えとく。一応、カルテっていうものがあるんでね。一応、書いてますけども。書いてない、たぶん、絶対書いてない。だって、見たことないもん。いや、お客様来る前に。来る前に見てるんだって。てうん、はい、まあいいやね、そんな、なんか緩い感じ。画像を貼り付けといて、ジョージ・クルーニーで検索して、大体ジョージ・クルーニーそんなに髪型変えないんで、わかる、うん、ずっとこんな感じですか？色が変わるの？割と今白髪とホープチープレイみたいな、ジョージ・クルーニーはそんなことしてます。遠藤さんとジョージ・クルーニーって、うん、どのぐらい年齢的に言うとどんなもんですか？10歳違うか違うだけぐらいじゃないの？遠藤さんのが若いですよね。若い若い。遠藤さんの年じゃないですけど。え、36。俺と1個違うんですか？36歳しか違わないですね。いくつだってあるんですよ。ただですから、いくつだっていいんですよ。法に触れないですから、ね。自分がもっと年言っときゃいいね。36歳。あんま年を言いたがらないですよね。なんかさ、はい、いや実際本当は48なんですけどね。あ、言うと老け込まない？一人のあれですか、斉藤ひとりさんの影響ですか？あ、その影響もあります。あ、やっぱあります、ね、ありますけど、あんまりね、考えないようにするためにやっぱ、36で止めてます。36ぐらいちょうどいい。やっぱ自分が200歳まで生きると思えば、まあ、今40いくつなんてのは、もう通過点だと全然ひよっこですから。そうですね、僕は一応120ぐらいかなっていう。120ぐらいかな。120ぐらい、120歳に設定してあるんで。あ、なるほど。寿命問
ね、いくつになるかわかんないよ、人間、うん、僕ら子供の頃なんかは60歳だったらすごいおばあちゃんで、もうそろそろかなみたいな話だったけど、今80、90とかね、下手したら100の目の前でもうすごい勢いで伸びてるんだから、目伸びたんだから、過去形でね、これからもどんどん伸びるかわかんないですから、うん、もう120歳まで現役で、うん、いくつもいいです、うん、で何歳まで仕事をするとか、120歳まで120歳まで現役で仕事を、死ぬ当日まで動画を撮ってる死にます死にます、ね、さあそろそろみたいな、そろそろ死にますみたいな、いいお店です。でも俺らも良心的ですよ、すごい。あ、そうですね、カラー打ちやすいですね。安いよね、一般的な。もっとさ、高く取っちゃえばよくない？あ、マーチャンの電話が鳴りました。エレクトリカルパレードテクノ。まあ値段でももう今更はね、あれなんで。でさ、これお客さん2人入れないんでしょ？ 1 人ずつしか入れないんでしょ？まあ基本はあんまり被らないように被らない入れてます。はい、被らないんで、あの本当個室でもう切ってもらってるのがあるんで。そうですね。だからこうやって撮影もできるみたいな、いやー気持ちいいね。あ、そこマミー病院来るようになったのここに来てからですよね。それまで全然マミじゃなかったの。あの坊主とかロン毛とか好きなんですよ。自分でもうバリカンでガー買っちゃって長くなるまでほっといてみたいな、途中自分で金髪にしてみたいな、そんなことまで、そんなのを繰り返しでやってきた。前長い時ありましたよね。あったあった。もう本当にね、肩下まで全然あって、それは遠藤さんのホームページ見たんですよ。あ、乗ってた。その時遠藤さん多分金髪で、うん、髪長いんですよ。へえ。ワクワクの、なんか さりげなくいろいろ見られてるんだね。そういうもんですよ。なんかこうストーカー的な感じなの。だって俺遠藤さんの遠藤さんの携帯を番号入れたら、なんでだよって何で番号入れちゃうんだよそう、登録するんじゃん。登録されてますから。なんか嫌な気分だって。嫌な気分とか。俺はそう、給料縮めたつもりなのに拒まれた。拒まれない、拒まれない。俺は逆に距離を縮めたい。あんま距離縮めすぎるとね、急に変なことやり始める。まあそうですね、うん、まあそこは節度を持ってね。あれね、ほら今もどこまで借り上げますかと聞かなかったでしょ。聞かないから、聞かないが勝手にやるから。あの、大丈夫です。結果ジョージ・クルーニーになれば。結果ジョージ・クルーニーになる。そうですね、明日以降の動画は僕がジョージ・クルーニーになってるかどうかってね。あの、みんな分かってるのかな、ジョージ・クルーニーあの。に来るときは注意点、最初にきっちり言わないと勝手に切り始める。最後に解説するんですよ、まあ、到着点がね。到着点が何、結果そこだったのかなっていうところで終わるんで、結果そこだったのかな、うん、まあ、あ、ここでいいんだな。で毎でいいですよね。毎回なんかね、髪型が変わるんで、今日変えないでっていうとこから言ったんだけど、本当忘れないように、このバリカンの未知数とか覚えてないと、そういけないですよね。で忘れてるからね。前回何色でしたっけとか、カラーとかも言われたりする。すごいタイプです。適当にならないようにね。でもね、あのすごい居心地がいいお店なんで、あのお近くの方というか、ちょっと遠方からでもいいですね。あの遠方、一番遠方でどこですかね。どこ、あ、小作って分かります？分かんないよね。羽村市って言って、大梅のちょっと手前、東京とかこうあったら、こっちかな、こうあったら結構奥の方で、八王子の上で大梅の手前ぐらい。そこまで、まあ遠方、まあ秋川とか、秋川近辺だとちょっと離れた秋川とか、うん、まあ福生からも来ますね、福生とか。あの、ちょくちょく僕いろんなとこ変えちゃう人なんですよ、もともとは。ね、だから前回変えたんですよね。
あれだってあの急に切りたくなったんだもん急に切りたくなって急に染めたくなったから、また来てくれればいいです。分かんないよ、もうこれで最後のビデオかそれでいつもヒヤヒヤしながら、ヒヤヒヤしてヒヤヒヤしてる割にほらどんどん進めてくるでしょ俺どうなるのか、俺たちどうやって切ってるのか今日何も言ってない、言ってないから言ってないけど、言ってないスタートですねこれね。これはね、あのハッピーゴーラッキー利用の注意点ですよ、最初に自分から攻め込んでいかないとこうやって切ってくれって、ね、うん、結構遠藤さんは初めは攻めてましたよね。初め攻めです、初め攻めてましたよ、うん、僕はそれ最初に聞いたのは結構忠実に聞きますよ、最初はね、最初はね、最初は、うん、その後勝手に遊び始めるうちの息子なんかすげえ悲観にされたりとかして急に、はい、ありますね、うん、ちょっと夏休みだから攻めてみましたっていう、うん、出来上がってから報告されて、うん、学校に注意されたからね、うん、俺がね、うん、そんなこともありました、ね、はい、どうも皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。ラジオエンドでございます、今日のラジオエンドですね、ここはどこだっけ、羽村市の、東京都羽村市の、最寄りどこ、小作駅に、から歩いて10分ぐらいとかにあります、美容院の、ハッピーゴーラッキー、ごめん黙れてなかったハッピーゴーラッキーさんにお邪魔してます。いつも私が、どうもーまーちゃん、どうもで宮坂さん、あ、どうもどうも美容僕 の、 あの、はい、担当美容院ヘアーさんで、その奥さん、ね、そうですなんでやってます。でその様子を撮ってなんかフリートークをしようというずっとこういう感じで進んでいくんですね。いや、わかんないよ、その話はどこに飛ぶかわかんないでしょ。ああ、まあそうですね、どこに飛ばしたい。まあ一人の話ですか。一人じゃなくて、あの普通にトークすればいいですよ。ひとりさんの話でもいい。それがハマったの。ハマりました。ハマったの。もうほんと目から鱗でしたね。マジで、もう一個ハマるネタがあるんだけど、それひとりさんで、斉藤ひとりさんっていう方がいて、その人の本を紹介したんですよ、そしたらちょっとその、なんて言うんだ、あれなんて言うんだろうね、自己啓発本みたいな、本なんですけど、あのぜひ面白いんで皆さんも読んでみてください。ちょっと時間があるかどうかわかんないですけど、時間があれば概要欄に、その本のリンクも貼っておきます。あれもう一個別にさ、違う人もいる、で違う人っていうか、あの心屋仁之助さんって知ってる？心屋仁之助って知ってる？心屋何？そっちはね、テレビ心屋仁之助さんって知らないです。そっちの人はね、テレビにちょこちょこ出てるんで分かるんだけど、あのそっちもそっちの考え、似たような考え、似たような考えっていうか、あのひとりさん的考えも持ちながらやってる人なんで、両方読むとね、面白いですよ。ちょっとそこも、すごいね、じゃあ要チェックで、ぜひ要チェックで。どうなの、今いきなり切り始めたけどこの人ね、知ってるあの、ハッピーゴーラッキー